どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室がずれるのガズでございます。本日はポップアップショップオープンのお知らせです。今回場所がねすごいですよ。初めての、Gラボポップアップショップの開催になります。仙台でございます。東北地方では初開催となる Gラボポップアップショップのオープン、詳しくはですね間違えるといけないんでこれを見ながら行きます。2023年7月15、16、17土日祝日3連休ですね。仙台にあるですね島村楽器ザ・モール仙台、長町店3階にあるそうです。島村楽器さんの店内の一角をお借りしまして Gラボポップアップショップオープン。やった。はい、フルラインナップの展示と試奏ですよ。試し弾きしてください。どんどん弾いてくださいと。買わなくても全然いいです。 Gラボウクレレはですねまず触ってもらうとすぐその素晴らしさが分かっていただけると思うのでぜひねこうお手に取って体にこう、当ててですねその響きをご堪能ください。全モデルの試奏ができるようになってます。あとねあのカラーリングとかその質感ぜひ皆さん、ぜひお手に取ってみていただければというふうに思います。そしてですねそのことをね Gラボのですね敏腕スタッフヨッシーとアッキーが、Gラボの YouTube チャンネルというのがあるんですよ。 Gラボ YouTube チャンネル知ってますか？概要欄に貼っとくんですけどそこでねあの告知動画を出しておるんですけどこの動画がめちゃくちゃ面白い動画になってるんでちょっと見てもらいたいんですけどまあ皆さん言わずとも知れている方もいるのでヨッシーは、本当日本のウクレレでベトナムからモジャ川上が作った、最強のウクレレが日本に来た時に日本で本当に最終チェックをして送り出すすごい重要な任務をねになってもう日本のウクレレのその、いろいろなことについてはもうトップオブザトップなんですけどその下にアッキーがついてサポートしているということなんですけどこの2人が店頭で皆さんを優しく楽しくお迎えしておりますんで、ぜひあの会いに、ね、行ってもらいたいなと思うんですけど2人がね紹介している動画めちゃくちゃ面白い。あの2人ともですねすごいねいい意味ですごい不器用でめっちゃ真面目なんですよ。だけどすごい仕事は丁寧なんですけどやっぱ画面に出るとですねすごい緊張しちゃってですねそれがよく伝わってます。そしてねあの今回ねちょっと皆さんにシェアしたいのねこんな感じでね動画撮られてるんですけどこの動画ね概要欄に貼っとくんでぜひ Gラボのね、2人の動画ぜひ見てもらいたいんですけどまずね効果音の使い方がもうひどいんですよ。いきなりなんかわけのわかんないね、なんか、安っぽい拍手の音とか入ってて、それぜひ見てもらいたい。そしてね、テロップがね、頑張ってテロップを出そうとしてるんですけど、テロップの出し方がもう、本当にすごくてですね、もうこんな感じでですね、なんかもうダブって出ちゃったりなんかしててですね、なかなかその感じがですね、すごい面白いんで、ぜひいろんな意味でその動画見てもらいたいなと思っているわけでございます。そして、その動画の中でもね、お伝えしてるんですけど、いろんなね、そうだ、あともう一個、2人のね、この小芝居感というか、頑張ってこう台本みたいなのを作った感じがすごく、涙ぐましい努力が感じられるんで、ね、ぜひ見てもらいたいんですけど、でもこれからそのポップアップショップに向けて、なんか Gラボウクレレのラインナップの紹介とか、Gラボウクレレはこんなことだよっていうふうに、Gラボの YouTube で、そのね、なんか方法をちょこちょこ、これからね、継続的に、お知らせしていくということなので、ぜひね、それを機にね、Gラボ YouTube チャンネルの登録とか、その動画もねご覧になってください。なかなかねそういうただの情報ゲットじゃなくて2人の不思議な感じみたいなのもねかなりシュールですからマジであれは狙ってもできないなと思ってガズさんもねもう3回か4回くらい見ちゃいましたけどですねもうスクショまで撮っちゃって僕なんてねなかなか面白い動画ないろんな意味ではいというわけでそれもぜひ見てもらいたいということでご確認2023年の7月15、16、17、3連休に仙台で Gラボポップアップショップオープン。島村楽器ザ・モール仙台、長町店さんで、一角をお借りして、開催されますよということです。東北地方の方並びに東北に夏の旅に行ってみたいよという方ぜひとも足を運んでみてください。ヨッシーとアッキーが待ってます。それでは皆さんごきげんよう。楽しい音楽人生過ごしていきましょう。あ、オレンジ色の本の予約もお願いしますね。あ、こっちのイベントもお願いしますよ。7月23日博多、8月8日渋谷、これ無料本の出版無料イベントですからね。はい、この2つの、店舗で、出版記念無料イベント開催でどなたでも参加できるんですけど、この2店舗で予約をしてくださったら本の予約をしてくださるとですね、椅子がある優先席と、あとサインをするよとチケットゲットできたりとか盛りだくさんなんで、夏旅にぜひ、電話予約もこっちは OK ですからね、よろしくお願いします。ポップアップショップのお知らせでした。バイバーイ。